眼科医の平松です。今日はいただいた質問で、矯正視力よりも高い視力を出すメガネってあるんですかってご質問についてお答えしようと思います。いただいた質問です。網膜剥離手術後10年目、視力は免許基準まで裸眼でいかないのでメガネ作るのに眼科医処方箋出してもらうのに行きました。矯正でも 0.8 から上がらないんですが、 1.0 の矯正処方箋出してもらえるんですか。免許が大型なんでギリギリ 0.8 で作るより 1.0 にしておきたいんでっていう、ご質問いただきました。結論から言うと、矯正視力以上の視力は出ることはないですね。矯正視力っていうのはバッチリもう最大限に合わせた視力は矯正視力なんですよ。だから度数をいくら強くしても 0.8 が矯正最大だったのが 1.0 になることはないんです。じゃあどうすればいいのっていうと、 1.0 が 0.8 になってる原因を探らなきゃいけないんですね。目に傷がついてるのか、白内障になってるだとか、非常に乱視が強すぎるであるとか、何らか目の炎症があるとか、何か原因があると思うんですよ。なのでその原因を潰すのが 1.0 にする術であって、メガネを強くすれば矯正視力以上になるってことはないと思ってくださればと思います。まあ、こんな感じで、ちょっとした疑問質問あったらコメント欄に書いてくださればと思います。あと、チャンネル登録、ベルマークも押し、隣のね、あれだやつ、押してくださればと思います。よろしくお願いします。